どうも、ルス。どうも、ケッちゃんでーす。田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。選手7試合で、わずか1勝。えぐい。やばいなー。で昨日5時にね、起きて、試合見たんですよ、ライブ、うん。マジで死にそうでした。いろんな意味で。そうね。今節のブライトン戦も、先制したんですけども、追いつかれてしまうという、うん、このパターンばっかりなんですよ。確かになぁ。まず決定力もそうだしね。セットプレイなんか最近めちゃくちゃ弱いイメージがあるね。やられる方ね。やられる方ね。そう、チルウェル、ジェームスが怪我でいないっていうところもあって、まあ、攻守のバランスがうまく取れてないっていうのが、うん、まあ、一番大きいんじゃないかなっていうのもあるのかなと。昨日の動画でも言いましたが、選手は来季、スカットを刷新して、大型補強すると思います。思ってるんですよ。はいはいはい。これについてね、本編で詳しく話していくんですけども、まあ、ブライトン戦後に、ケールはインタビューで、全てを捧げたが、精神的にも肉体的にも疲れていることは分かっただろう。私たちは休みが必要だ。そして、トッテナム戦までに2日間の休みを与えることにした。っていう感じで、2日間のオフを作ったんですよね、今回。もうそんだけ、言ったら疲労が溜まってたとみんな。疲れてたんですよね、メンタル的にもフィジカル的にも。本当にね、試合を見てて分かるように、疲労がすごい溜まってる感じがあったんですよね。うんうん、そして若いメンバーばっかが怪我してましたので、オッサンズが出ていっぱいでね、限界が来てしまったと、そういった感じなんですよ。うん、そして今回干されると思ってたルカクがね、まさかスタメンで出てきましたと。まだ出すんだね。いや、本当に。まあ、ただシュート2本しか打ってなくて、またね、うん、何もしなかったわけなんですよね。まあ、そんなルカク含めた攻撃陣については、前回の動画でお話ししましたので、ね、ぜひともそちらをご覧ください。うん、はい。そして本日はですね、チェルシー最新新情報&スカット予想のディフェンダー編、やっていきたいと思います。はい、ということで昨日に引き続き噂の出てる選手を紹介しまして、来季のスカット予想をしていきたいと思います。はい、来季のスカット予想は現メンバーとねガラリと変わっておりますので、ぜひとも最後までお楽しみください。それでは本編いってみよう。はい、チャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。4月までね、2000人を目指しておりますので、うん、まあ、この時期はプレミアリーグの移籍情報だったり、普段はね、チェルシーとプレミアリーグのいろんな企画をやったりしております。一緒にプレミアリーグを楽しんでいきましょう。はい、お願いします。はい、まずね、先にちょっと訂正というか、話したいことがありまして、昨日アザールがね、冬の移籍を承認してるって話あったんですけども、うん、どうやら冬での移籍は望んでないと本人が。で、夏であれば、チェルシーの移籍の可能性があるっていう感じだったんですよね。へー。まあ、なので、冬での獲得はちょっと難しいのかなとなりました。アザールがね、来てしまうと、人数的にもアタッカー陣は誰か一人出さないといけないんですので、あー、なるほど。まあ、人員整理が行いやすい夏に獲得になるんじゃないかなって感じだと思います。はいはい。アザールに関しても、まあ、一部の報道でしかないので、まあ、なんとも言えないんですけどね、また変わるかもしれないです。うん、はい、ということで、移籍情報ディフェンダー編いきたいと思います。はい、まずはね、現チェルシーの話からしていきたいと思います。今季チェルシーで契約満了を迎える選手がサウール、アスピリケータ、リュリガー、クリステンセン、そして先日契約延長したチアゴシーバーだったわけなんですよ。はいはいはい。まずはチアゴシーバーの契約延長、これはねすごい嬉しかったです。いやー、安心でしたね。はい、ナイスです。ナイス、本当にナイス。ありがとうございます。まあね、サウルはレンタルバックすると思いますので、あと3人ですね。アスピリクエーター、リュリガー、テンセンの3人がね、まだ契約延長を行われてない状況なんですけども、はいはい、もちろん、チェルシーの剣士を担う主力選手たちじゃないですか。うん、そうだね。うん、ただ、現状ですね、アスピリクエーターに関しては、チェルシー側は1年プラス1年の契約延長を提示しておりますと。おこれは、チェルシーは方針で30歳以上の選手には1年ずつしか契約延長を提示しないっていうのがあるので、うん、それをね覚えててほしいんですけども、はいはい、対してアスピリクエータは2年プラス1年の契約延長を望んでおりまして、お、まあ、ここで食い違いがあって停滞してるっていう状況なんですよね。あ、なるほどね。正直ね、アスピリクエータは、あ、そうそうそう。正直アスピリクエータはレジェンドなのでいいじゃないかって思うんですけども、うん、そのウィリアムもねこのパターンで出ていったっていうのがありましたので、うん、まあそこでね出ていって活躍できなかったので、まあ、チェルシーのフロント陣はそこら辺ねはっきりしてますし、うん、まあ、この意思は固いのかなと思います。確かに。ということでアスピリクエータの獲得に興味を示しているのがバルセロナとレアルマドリード、まあ、スペイン方面ですね。なるほど。
報道によるとすでに6月でのフリー移籍がバルセロナとの間でも決まってるんじゃないかっていう報道もあるんですよね。うーん、ああそうなんだ。いやー、出てほしくはないけどね。そうですね、キャプテンだよ。そう、やっぱメンタル的なところをね、支えてるっていうのが多分あるんで、ね、そうですね。続いて、リュディガーなんですけども、発端は、リュディガーは現在の4倍の年俸での新契約を希望しているっていう、もう、馬鹿げた要求をクラブ側にしたわけなんですよ。はいはいはい。で、チェルシーは最大2倍までの契約しか提示しないということで、意思を固めておりまして、うん、リュディガーの対談はほぼほぼ確実だろうなってなってたわけなんですよね。うん、はい、そこで興味を示していたのが、レアルマドリード、バイエル、パリサンジェルマンということで、まあ、ライカフリーでの移籍になるとリュディガーを引き止めることはもうできないって思ってたんですけども、うん、ここに来て一番移籍濃厚だったレアルマドリードはリュディガーの獲得から手を引いたという情報が出まして、うん、さらにはチェルシーはリュディガーの残留に自信を持ってると明言してるんですよね。おお、なるほど。いいね。そう、まあ、チェルシーはね、どういう内容の新契約を提示するかっていう詳細はね、分かってないんですけども、うん、現状ではリュディガーは残留濃厚となってきてるんですよ。おお、いいね。そうだな、まあ、サンジェルマンとかがもう法外な金額で提示してこなければね、あ、まあ、そのやっぱお金の部分に惹かれるのはね、うん、まあ、そのチーム愛もあるかもしれないけど、まあ、年俸6倍とかそうとかなっちゃったらさ、まあ、フリーだから移籍金もかからないっていうのを考えれば、うん、その分年俸にバックしてっていうのもあり得るかもしれないし、確かに、まあ、でもリュリが現状一番買いの効かない選手でもう一番活躍してる選手なので、そうだね、マジでね、うん、出してほしくはない、うん、全然延長していいと思うんですよ。まだ27かな8かなそこら辺なので、うん、まだいけると思うんですよ。もうチアゴシルバと比べたら10年間あるっていうからね。そうね、確かに。はい、続いてクリステンセンですけども、うん、クリステンセン本人は契約延長を望んでおりますが、クラブ側が一方に交渉を開始しないという状況ですと。へー。ただクリスマスくらいにクリステンセンが代理人を変更しまして、うん、4年間の契約延長で交渉が進むのではないかと報道が出ておりましたんですけど、出ておりましたが、うん、ここに来て契約延長が破談になったと。あれ？まあ、これも一部の報道なんですけどね。おお。そのクリステンセンの代理人がバルセロナファンらしいんですよね。また。ああ、そういうのがあるのね。そういうことか。そっちに変更したんじゃないかみたいな話もあって、まあ現在クリステンセンの獲得に興味を示しているのが、バルセロナ、ミラン、ドルトムント、トッテナムなど、結構出てるんですよ、ビッグクラブからの移籍の噂が。うん、まあ言うてね、まだ若いですし、実力者ですので、まあそんだけあって、かなり多くのクラブが興味を示してる状況ですと。なるほどね。コンテなんかがね、獲得をね、都合してたりするわけなんですよ、トッテナムで。はいはい。なるほど。まあ、ただ、クリステンセン本人は、プレミアリーグ内への移籍はしたくないみたいな、素晴らしいコメントをね、残してたりするんですよ。いやー、素晴らしいね。まあ、これも噂なんですけどね。どうですか、テンセンの移籍に関しては。そうだなー、まあ、チアゴシューバが入ってから、クリステンセンは本当に安定感が増したっていう部分もあったし、まあ、これからどんどんレベルアップできると思うから、まあ、できればね、契約、まだ若いし、まあ、チェルシーでどん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 大きな選手になってもらいたいっていうのは、思うけどね。それが一番思いますね。うん、で、このクリステンセン対談濃厚の話を聞いて、チェルシーは来季ね、スカッドを刷新して大型補強を行うのではないかと思ったんですよ。おー、なるほどね。うん、妄想ではなくて、根拠はね、たくさんあるんですよね。それを今から話していきますと、はい。はい、まず一つ目に、テュヘルが長期政権になるのではないかという予想なんですけど、うん、なるほど。昨シーズン就任しまして、リーグ戦では8位に低迷していたチェルシーを CL 権獲得まで復活させて、うん、FA カップでは決勝進出、そして9期ぶりのチャンピオンズリーグ優勝まで導くと、はいはいはい。先日ね、FIFA 年間最優秀監督に選ばれるなど、就任1年目にして最高すぎるスタートを切ったわけなんですよ。うん、完璧だよね。本当にね。完璧すぎる。大改革したからね、マジで。もう大改革だったね。うん、で、昨シーズン終了時に、新たに2年間の契約延長を行い、満了まで行くと、トータル3年半になりまして、アブラモビッチがチェルシーに就任してから最長となるわけなんですよね。これを達成すれば。3年半で最長ってね。そう、そうなんですよ。まあ今まで、まあ早かったもんな、やっぱね。めちゃくちゃ早かったですよね。まあ、それくらいフロントもトゥヘルを信頼しているようなんですよね。うん、そんなテールチェルシーの鍵を握っている選手で言うと、うん、
昨シーズンランパード政権でほとんど出場機会がなかったリュディガー、ジョルジーニョ、コバチッチ、アロンソ、そして退団したジルーがいきなりテュエルの初戦からスタメンに入ったわけなんですよ。これマジでびっくりしたよね。そうね。えと思ったもんね。まあその、うん、そのランパードからの形で行くんだろうなと思ってたけど、うんうん、もうスタメン予想全然外れてたもんなんて。いやコバチッチとジョルジーニョのダブルブランチはマジで衝撃的でしたね。うん、ああそうなんだ。そしてめちゃくちゃいいという。ということで、テュエルは就任してすぐに、現在のメンバーで自分の力を発揮できるシステムと戦術っていうのを構築したわけなんですよ。うん。そのくらいメンバーをガラッと入れ替えましたと。つまりは、間に合わせで作ったシステムと戦術だと思うんですよね。これは。そうだよね。まあ、それでね、チャンピオンズリーグ取るっていうのは本当おかしな話なんですけども、マジ意味わかんないですよね。未完成で、しましたので。テュエルはパリ・サンジェルマンの時も3バックなんて使ってませんでしたので、うん、コンテの時みたいに自分の好きな戦術に変えて選手を当て込んだっていう感じじゃないと思うんですよ。うん。ほんとできることをしたみたいな感じの急増をしたメンバーだったと思うんですよね。はいはいはい。契約満了を迎える選手の中で最年長37歳のチアゴシューバが延長して、うん、最年少のクリステンセンが放出濃厚だろうと、おう、さっき言ったジョージーニョ、アロンソ、そしてカンテ、アスピリケーターなど選手の主力選手結構年齢高いですよね。30超えてます、うん、彼らは。まあそうだね、うん、その中で若いクリステンセンを放出するってなると、うん、これは来季スカッドを刷新して、また新しい選手たちを、ね、獲得するんじゃないかなって思うんですよ。そこに繋がるんじゃないかなと。伏線なんじゃないかなと思ってるんですよね。なるほどね。はい、はい、はい。確かにね。そしてもう一つ根拠がありまして、うん、今シーズン300億円という資金がある中で、ルカクとサウール合わせて149億円くらいしか使っておらず、うん、まあ残り150億円ほど余った状態で終えましたと。おそして、昨日話したルカクの売却によって、得られる利益が130億は下らないだろうと。おお、そうだね。まあ、ブライトン戦でね、ちょっと出場したので、干されてなかったので、うん、まあ、この根拠っていうのは弱くなるっていうか、ルカクが退団するっていうのは分かんないんですけども、うん、まあ、仮にルカクを売らなかったとしても、150億余ってましたし、うん、当然今期の収益も加算されるわけですので、うん、まあ、長くなりましたが、結論を話すと、テュエルがやりたいサッカー、そしてそれを実現する、体現できる選手ってのを獲得してスカッと一から構成していくんじゃないかなと思うんですよね。おー、なるほど。ほう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 。つまりはペップとかクロップみたいに自分がやりたいサッカーを実現できるメンバーをどん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 獲得して入れ替えていくんじゃないかと思うんですよ。なるほど。その中でね、いろんな選手の噂が出てますけども、まあ、トップターゲットにしてるのがデリフト、クンデ、フォファラなんですよね。おー、まあ、これ夏の移籍です、うん、ワンチャン全取りまであるんじゃないかなと思ってるんですよ。だって、アスピ、テンセン、リュリが放出でしょってなったら、その3人、もうすごい奴ら持ってくるしかないじゃん。まあ、そうだね。これを狙っての契約延長破談なんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。だけど、その3人全員放出ってするかな、うん、いやー、わからないよ。わかんない、本当に。だって、全然延長しないんだもん、みんな。まあ、そうね。その中で、チアゴは延長したからね。確かに最年長やもんな、うん、うん。最前線で使わないでしょ。バックアッパーでしょ、どっちかというと。うん、そうだね。確かに。ということで、僕が予想する来季のスカッと予想がこちらです。はい、はい。まだ今回はディフェンダーだけなんですけども、キーパーがメンディー。で、4バックにしまして、センターバックにリュリガーと組んで。うん、おー、なるほど。左サイドバックがチルウェル、右サイドバックがジェームズと。まあ、この先はね、昨日の動画見てくれればわかると思うんですけど、はい、まあ、僕的にはもう組んではほぼ欠けで来るんじゃないかなと思うんですよね。そうね。というのも、今シーズンね、組んではほぼほぼ獲得しかけた中で、うん、まあ、セビージャがギリギリになってお金を上げてくるっていう意味わからん行為をして、破談になったわけで、組んでもね、チェルシー行く気満々だったので、ほんとかわいそうな話だったんですけど、うん、またね、今季、その解除金を下げて、うん、売却するみたいな話出てるので、まあ、組んでは来るんじゃないかなと思ってます。なるほどね。はい。で、そして残りは、まあ、ユリガーの契約延長も、まあ、するんじゃないかなと、うん、まあ、正直、もう一番脂の乗ってる年齢ですし、うん、まあ、替えの効かない選手なので、ここだけは、クリス
先生もいいんですけど、うん、先生よりリリガーの方が今全然いいんで、そうね。まあリリガーは残して天線を結構高いお金で売るんじゃないかなって思うんですよ。嫌ですけどね、うん、個人的には。まあどちらかって言われたらやっぱりまあね、リリガーってなっちゃうよね。そうなっちゃうんだよね、うん、確かに。で、天線の代わりにもっと若いクミで、はい、そして、噂が出てたサライ、合ってるサライはどこ行った？全然噂出なくなったけど、全然聞かない。獲得したみたいな話出てたのに、全く聞かないですね。まあまあでもここも、まあ、来ると仮定して、センターバックの控えが、まあ、チアゴシーバー、バックアッパー、そしてチャロバーになると。ああ、はい。まあ組んではもう獲得できればすぐ使えると思うんで。うん、で、左がね、サールかサライ。まあ左利きですね、センターバックの。左利きのセンターバック。なるほど。そしてポファナね。ポファナは、まあできれば獲得したいですよ。めちゃくちゃいい選手なので。うん。まあただレスターからの獲得になるので、まあ現実的にちょっと厳しいところはあるかなと思いますし、うん、まあただ、カンテとかチルが来てるので、まあパイプはありますと。うん、まあそうね。そうね。ポファナが来ればめちゃくちゃいいんで、まあ3バックもできますし、4バックもできる選手なので、うん、あと組んだら右ウィングバックもできると思いますし、結構ね、汎用性高いんですよね。なるほど。まあ、組んでは確実。で、サライはまあちょっとよくわかんないけど、できればフォファナも獲得できたらいいなくらい。うん、で、ここが僕の予想なんですけど、まあね、昨日のライブ配信でお話したんですけど、まあそれはないって言われました、めちゃくちゃ。ただ、天線対談を考えると、マルキーニョスかキンペンペ来るんじゃないかなと思うんですよね。おー、はいはい、言ってるね、ずっと。なるほどね。まあ、一応二人とも噂には出たことはあります。あるね。うん、そしてなんと言っても、トゥヘルの下で活躍した選手たちなんですよね。ああ、なるほどね。まあ、チアゴシーバーと一緒、そう。トゥヘルチルドレって初めて言いたけど。いや、まあ、パリ側が出さないみたいな話出てますけども、うん、まあ、何が起こるかわかんないですし、まあ、リュリガーが仮にパリなんて行くんだったら、マルキニオスの交代とか、うん、まあ、メリットがあるかわかんないですけど、なく、うん、はないんじゃないかなと、別に期待しててもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そうだね。チアゴの後釜として、マルキニオスが加わってくれれば、これほど頼もしい存在はいないと思うわけですよね。そうだね、うん。ボランチもできるしね、マルキニオス。ボランチもできるし、すげえ安定してますからね。そうね。そして、老け顔なのにまだ若いっていうね。ああ、そうだね。25、6ぐらいかな。いや、27になったのかな、今年で。ああ、そうそう。もう、調べたら。うん。まあまあ、言うてもまだ若いんですよ。うん、あの顔で。もう30超えてると思ってた、うん、で、サイドバックが、まあ、ジェームズとチーラー。ここはね、ウィングバックも得意ですけど、もともとサイドバックの選手ですし、まあ、フォーバックでも全然いけるかなと。うん。で、後ろがね、安定してくれば、リバプールみたいな、ハイラインが、ね、可能になって、アーノルド・ロバートソンみたいなのをジェームズ・チルエがやってくれるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。なるほど。てか、トゥヘルはそれをしたいんじゃないかなと思うんですよね。スリーバックじゃなくて。そうなんだ。で、控えが、チルエル側はサールとアロンソ。じゃあ、アロンソのね、対談もワンチャンあるんじゃないかなとか思ってるんですけど。まあ、サーリ非常に良かったですし、サイドバックでも使えそうなんで、うん、まあ、ちょっと弱いかな、でも左サイドバックでもこの控えは。で、そこで、ジェームズの控えに書いてあるベストですよね。ベストの獲得はマジでしてほしいんですよ、今年の冬に。言ってたね、ベスト。うん。セルジーニョベスト、バルセロナ若手。ああ、はい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 、はい。彼は右の左サイドバックなんですよ。おぉ。つまりどっちもできて、しかもウィングバックもできる。足もめっちゃ速いんですよね。へぇ。なので、の獲得はマジでチェルシーにとってすごいプラスでしかないというか、うん、まだ若い選手ですし、まあ、バルセロナで実力もつけてるんで、まあ、全然お金かけてもいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、なんならチルエル・ジェームズ以上の可能性もあるんじゃないかなと、まあ、ちょっとプレミアに適応できるかわかんないんですけど、うん、まあまあそこね、まあ、そうね、うん、そして右サイドバックに組んでもいけますと、うん、いや組んでだけは取りたいですね、こう見るとそうだね、マストだな、もうマストですね、うん、組んでポファナで、デリヒトは僕は取らないんじゃないかなと思うんですよ。おー、そうなの。ボルッチ、キエルリーニがいるからのデリヒトみたいなとこあるじゃないですか。あー、はい、サンタチやべえもんな。そう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 。あそこに入ってるからこそみたいなとこあると思うし、あんまり足は速くないんですよね。うん、そうだね。だからプレミアの奴らにブチ切られるっていうのはちょっと怖いのと、あと高いんですよ、デリヒト。あー、そうね。高いね。まあ、組んでも高いですけど、デリフトの方が全然高いですし、うん、まあちょっとデリフトはどうなのかな、個人的にはあんまり好きではない。組んでフォファの方が全然好きっていうのもありで、ちょっとなしかな。どう？
来季獲得するのと放出するのと。まあ、そうだな。まあ、クンデ、フォファナ、ベスト。まあ、この3人が来てくれればね、まあね、まあそう人員整理っていう形で、まあうまく交代できて、まあバランスはいいのかなとは思うけど。そうね。まあめっちゃ若くなるけどね。うん、そうそうそう。まあだからその、まあいろんな経験をしてるっていう意味で、まあやっぱアスピーとは契約延長してほしいなとは思うけどね、まあアスピーとチアゴシューバー、この二人が後ろのベテラン人として、まあいろんなところでレクチャーをしながら若手を育てるっていう、ね、まあちょっとコーチング的な部分もしてもらえれば、で若手はどん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 成長できると思うし、うん、そうですね。うん。そうね、特にはないかな。実は？わからない。わからないですよね。クンデとか知らんもんね。知らん。クンデはね、マジでね、いいっすよ。名前はよく聞く。あ、なんか見た目はもうウィリアムです。昭和風呂。はいはいはい。うん、ということで、本日はチェルシー移籍情報&来季のスカッと予想、ディフェンダー編をやっていきました。はい。面白かったよって方は、グッドボタンお願いします。皆さんのね、感想、意見、コメントにぜひとも書いていってください。よろしくお願いします。お願いします。いや、マルキーニョスと、キンペンペ来るわけねえだろ、みたいなアンチコメントをお待ちしておりますので、ぜひお願いします。明日はね、みんな大好き、ニューカッスルの移籍まとめをやっていきたいと思いますので、いや、これはね、もうね、えげつないほど噂出てるんですよ。確かに、でも、誰々噛んだり出てるんですよね。そうね。本当にみたいなあるんですけど、まあそちらねちょっとまとめていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、通知ボタンのオンよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではバイバイ。バイバイ。